はい、ええー、それで,んん、えー、れでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。ええ、これで始めてまいります。ええ、出題予想論点ローラー大作戦民法不動産登記第一回目前半の講義を担当根元の方で始めてまいります。えー、まずこちらの講座、ええー、コンセプトの方を説明していこうと思います。今回のレジュメの方、一ページの方を開けてやってください。えー、まず一番目のところに、ええー、講座の目標と入れております。 えすべての学習範囲について三つに指摘することこれがまず一つ目の目標になっていますもうここは絶対やるべきだといったところの A ランクそして一番右まあこれは来ないでしょうとそういった C ランクでそれ以外のところそれを B というふうに呼んでいきますこれをすべての科目すべての分野で指摘していきます具体的に言うとレジュメの方四ページなんか見てやってください。 詳しくまた後に説明しますが、この四ページの図の方ですが、こちら民法相続になっています。で、この相続についてどの論点の方がいつ出ているか、そしてそれは今年危険かどうかというのをまとめています。一番右に A と入れているのが本当に危険だよというところです。一方 C もうこれは可能性は低いよね、本当に低いとこだよとといったのが C で空欄が全部 B です。 空欄は全部 B です。あの B を入れると逆に見づらくなってしまうので空欄にしております。空欄はすべて B にしております。はい。そしてこちらの方ではその A ランクについては特に内容面の説明もしていきます。レジュメの方で言うと特にまた六ページ七ページを見てください。 6ページの方が左のページの方がその出題予想についての確一の一問一答の足です一方右のページがその一問一答に対応する表ですできるだけ時間をとって皆さんには左側の問題を解いてもらってでその後に私が右の表を使って説明をしていくまたちょっと問題を解く時間がないものに関しては右の部分の表のワンポイントを説明する そういういい形でで進んでいきますち,ょっとちなみになんですがあの右側のページの表のところに星印がところどころ見つかりませんか中1とか星印が見つからないでしょうかそれは左側の問題番号とリンクさせています例えばこの不在者の財産管理というところの一番の問題を間違えた方は右のページから星の1を探してやってほしいんですその星の1の知識が 抜けているかからできなかったということを指しますこんなように左側の足と右の図表の方をリンクさせていますのでご自身がどの知識がないのかが分かるようにしています。 出ジミの方ですがまたページあ1ページか一ページの一番下の方を見てやってくださいえっと3番、えっと、今のが2番ですで3番復習の方法講義中に解いた問題で間違えた足をマークするそして図表を確認していく 講義中に解いた問題すべてを解け,解けるわけではないのでまず解いた問題の確認をしてくださいできるだけ生クラスの方については帰る途中帰る途中にこれをやっちゃってください帰る途中のところでね講義中に間違えたものは帰る途中までですべてもう終わりにしてくださいそして2番隙間時間を使って残りの問題を解いていってくださいで,できればおすすめしたいのは隙間時間というのを見つけるのが大変であれば1日30分と時間をくいってください 1>, 1日30分30分はこの教材を使った勉強をすると1日30分だけはこの教材を使うとしてくださいで,できる限り左側の問題をすべて解いていただきたいんですがただご自身の置かれているえこちらレベル感また時間で分けてもかまいません初受験の方知識がある方と分けておりますまたちょっと同じこと申し訳ありませんがえっとね 六ページなんか見てもらっていいあえー、っと、すみません。行き過ぎたなえー、っとね。すみませんでした。えー、っと、一旦ちょっ,いってごめんなさい。二十四ページ。あ、ごめん、二十八が一番、二十八がいいかもしれない。二十八がいいかもしれない。すみません。二十八ページの左側の問題の方を見ると、問題文の末尾の方に。例えば、一番のところはオリジナルと書いてあります。 2番には14年2の後書いています末尾のところにこちら年度番号が書いてある場合が過去問です一方年度番号は書いてないものそれが当年問題とオリジナルの問題ですで一般的なこのオリジナルの問題はちょっとハードル高めになりますなんで置かれている状況に応じて過去問だけ潰すでもよしオリジナルも含めて潰すもよし このあたりはご自身の残った時間等そしてやりながら間違えた問題があれば右のページの表で星印で探していくどこでミスっているのかを星印で探していくと。 といった感じの講座になっています。では、えー、早速ですが講義の方を始めていきましょう。えー、本日は民法総則の予想の方をメインにやっていきます。レジュメの方は四ページ五ページでまずは五ページの方をお願いします。で五ページ、えー、自然人。 特に不在者と失踪宣告のところを強めにやってほしいんです。え、その下に十七から三十一と出題している分野が載っています。ここは分野でいうと人という分野があります。で、そこは行為能力とあとは不在者失踪宣告に分かれます。で、下の方の分析ってみ見てほしいんですが、これなぜか出るとき二年連続がほとんどなんです。 あの25年の時だけ1回だけ出てますけどねそれ以外って大抵2年連続ねきょ交互に出,るで出てるんですよ。去年、こちら行為能力が出ているってことを考えれば怖いのはもう片方が怖いところですで。また、空いている間隔を見てもらうとあのね実は、不在者の方がずんでいっ,っ出てないところでいうと14年出てるんです。 すると15、16、17で3年空いて19、20、21で3年空いてその次がちょっと5年空いてはいるんですがその後今、3年空いてるんですね。いうところでえ特に怖いのが不在者この失踪宣告だと思っています、まあ、この予想の仕方まあ慣れてる方はああそうかと分かるかもしれませんが初めて聞いた方はな、ね、んだそ,のそれだとっていうふうに思うかもしれません。 ですがあのこの試験、本当に周期性を持って出しているところが非常に多いんですよ。例えば、有名なもので言うとあの不当法の審査請求だと思います。4年に1回出ると。そういった周期性というのは本当に多く見られていますので周期性に基づいた予想をしていいますちなみにあの講師ののを入入れれれるると大抵外れるので勘だけは入れないようにしています。 ではちょっとごたかが長くなりましたで,では皆さんに、えー、と一問一答やっていきましょうかじゃあ6ページの方ぜひねあの丸伐のもののところをね見えないようにしながら6ページ1から7までやってみてくださいよーいスタート ではこのあたり切りましょうか右側のページの表一番上不在者の財産管理というところ見てください左側を縦見ていきます財産管理におかなかった場合え財産管理をする人がいない状態で不在者となった家庭裁判所の関与利害関係人または検察官の請求により財産管理人の専任その他必要な処分をする まあ知ってると思いますがこの上のね編みかけもう一回見てほしいんですが財産管理をする人がいない状態で不在者となった要件これだけなんですよ不在者となるこれだけ要件なんです見てやってください表の下中の1不在者とは従来代の住所または居所を去ったものをいい生死が不明のことは要件になっていません生死不明を要件に条文は入れていません いなくなったというだけなのね。しかもだよ。年数も書いてないのに気づいた中の3見て。あ、さん中の,の3の。中の1の3つ目のポチ。中の1の3つ目のポチ。ごめんなさいね。不在者の制度は失踪選考の前段階として、えー、本人が、えー、生存して、生存して残留財産を管理し、本人の管理を待つものなのだから、失踪選考のような時間的制限はないと。時間縛りもないよということね。 一番と四番間違えた方は確認をお願いします。一番と四番の問題です。一番の方時間一年経過しなくてもというところで時間縛りはない。で四番ですがこちら生存していることが明らかな時これは別に要件でも何でもない。 はい、では戻りまして、表の上から2段目、じゃあ、財産管理の関与、何ができるのと、1、保存行為、2、物または権利の性質を変えない範囲の利用・改良行為と、もちろんこの通りで間違いありませんが、名前が不在者財産管理です、財産管理です、管理までしかできないんです、管理までしかできない。 処分はできないよと、管理までしかできない、処分はさせないよと。で、下の方の中の2という表です、家庭裁判所の許可の要否というところ。 えこれですがどうしても財産処分が必要になる場合があります。その財産処分が必要な場合は許可がいる。財産処分が必要な場合は許可がいるとしている表です。で、あとは皆さんは二番や六番が財産処分かどうかを判断するんです。二番や六番の問題が財産の処分なのかと。 角度を変えましょうか。皆さんが万が一不在者になったとして、管理人が勝手にやったら怒るかどうかです。管理人が勝手に自分の持っている不動産を売っ払うと、それは怒りますよ。一方、6番。勝手に控訴すると。勝手に控訴じゃないよね。もっと頑張れですよね、それね。この控訴行為というのは、むしろ財産を維持する方向になっているはずなんです。 なんでこういった2番や6番の足自体を覚えるのではなくて財産を守ろうとする行為なのかどうか財産を守ろうとする行為なのかどうかっていう観点でぜひ知らない足は見ていってください ではこれぐらいにしましまょうか,ちょっといいかなではこのままね一番下のね29条という条文を見ていきます。家庭裁判所は管理人財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができるまず主語意識して主語は家庭裁判所はで誰に対して言ってるか。 管理人にと言っていますぶっちゃけ使い込むんじゃねえかって思ってるんです財産管理するのが皆さんのみたいなであれば絶対自分の財産と預かってる財産は別々にすると思うんですでも私みたいな人が管理になってしまうと自分の財産と預かった財産がだん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 混ざっていきあこれ毎夜ち,ちょっとこっちから1万持ってっていやあし入れるからって言ってこう持ってって別のこと えー、立てさせることができるですこいつやばいなって思ったものに関しては管理人に個人財産積んどきなさいと管理人に個人財産積んどきなさいってことを言えるんですねそして2個。 家庭裁判所は管理人と不在者の関係その他の事情により不在者の財産の中から相当な報酬を管理人に与えることが末尾の3文字です金持ちの不在者もいればそうじゃない不在者も残念ながらいますなのでここは「できる」なんですよ義務ではないってこと 7番の方問題確認できますか7番の方ねはいではありがとうございます。じゃあね上の表に戻りまして。 右右を見て欲しいんですよ右の方不在者が財産管理を置いた場合で「丸えイコール財産管理をする人がいる状態で不在者になった管理する人がいなくなっている状態で不在者になったと別に国関与する必要ないよね 誰か置いてるんだったら選ぶ必要なんかないんだよ丸一読んでみて、はい、っていうことでさすがにそれがいなければ、まあ、それは選ぶっていうのは分かると思うんですね。ってなるとねちょっとこの観点でねもう一回言いますので問題見てもらっていい誰か置いてるんだったら 選ぶ必要はないよなと。じゃあね、左の五番の問題をもう一回見てくんない。これ五番の問題は誰、誰選んでないから、裁判所が不在者財産管理人を選びました。その後、後日本人が自分の意思で管理する人を選びました。 こうであれば裁判所が選んだ管理人いらないよね裁判所が選んだ管理人っていらないよね本人が置いたんだからはいじゃあなんでこれ罰なのかあの裁判所が選んだ行為なんで取り消しがなければ権限なくなりません取り消しがなければ権限がなくなりません え条文番号言っておきます25条2項25条2項取り消しの行為が必要です25条2項取り消しの行為が必要です発想はいいんですよ本人が選んだのはいるんだから裁判所が選んだものはもういらないよなとその発想はいいんですが裁判所がはもう選んだ以上をやめさせるにも取り消しという行為がいるんです今これ画面の方に条文出しますね 25条2項ねちょっと見づらくて申し訳ない全項に来ている命令後本人が管理人を置いた時はその管理人利害関係にまた検察官の請求にその命令を取り消さなければならない取り消し行為がいるんだ 自動的に権限がなくなるわけじゃないんだよと自動的に権限がなくなるわけじゃないんだと。 もうちょっと待ちましょうか、はい、じゃあねちょっと表の方右側の方の家庭裁判所の関与丸の2を見てやってください不在者が生死不明になった場合利害関係にまたは検察官の請求に財産管理人を解任することができる解任改める 改めてにんずる、改めてにんずる、首にするじゃありません。改めてにんずると書いてます。あの、無理に書かなくて結構です。見てイメージがつかめれば、それで十分です。えっと、本人が管理人を選んでいたんですね。 で本人が管理人を選んでいるこの状況本人が管理人にいろいろ監督するはずなんですね今月どうなっている収支計算書を出しなさい今月どうなっている預金通帳コピーを送れとこんなように本人は管理人に対してちょくちょく書けると思うんです こっちが生死不明になったんですするとね私みたいな管理人だったらどうなるかっていうとだんだんずさんになってきませんか監督する人がいな、えー、生死不明になればだんだんずさんになっていくんですってことでこの時国の人間が入ってきて家庭裁判所が 財産管理人を改めて選ぶ改めて選ぶことができるとしているんですねでここですがぜひ要件を意識して覚えてください丸二番の要件生死が不明ここだけなんです生死不明を要件にしているのはここだけなんです 3番、要件があるかを見てやって3番の問題、要件がちゃんと入ってるかを見てやって2行目後ろあたりに A の生存が明らかであっても明らかであってもと言ってますからこれじゃ要件はクリアしておりません要件クリアしておりません。 はい、ということで、これぐらいにしましょうか。で、この論点はもう一つ、えっと失踪宣告の方も論点がありますが、まあ、ここはご自身の方でできると思います。ちょっと一点だけえ、ちょっとね。えっとご紹介したいことがありますので、ページの方は9ページの方を見てください。 9ページの方ですがこちら上の方に失踪選考の要件と効果とあって左側に普通失踪右側に特別失踪と載っていまして要件どちらでも結構です。2を見てください利害関係の請求がある利害関係の請求があるとさすがに裁判所は、ね、誰がいなくなっているかなんて把握できているわけじゃ、ね、ないから言わなきゃやってくれない言わなきゃやってくれないのはわかると思うんですが。 見比べてほしいのが7ページの7ページの財産管理のところなんです7ページ財産管理に置かなかった場合の家庭裁判所の関与利害関係人または検察官こっちは検察官という字が入ってますあのー 家もそうだと思うんですけど誰も管理しなくなるとだんだん財産って朽ちていくんですよするとこれはもったいないので公益の代表が請求するもったいないから公益の代表が請求するこれを認めてるんですもう言いたいこと分かってきたと思いますえ9ページの方特にこれ表の下から2段目注意点見てやってください 検察官は失踪宣告の申し立てはできません。失踪宣告の方はできませんやはりご家族としては生きているというふうに信じているご家族もいます。にもかかわらず勝手に、ね、国の方が失踪宣告をして死亡とみなすのはこれは行き過ぎです。 すすぐ切れると思います左側の問題3番見てやってください検察官はできないので誤りと検察官はこれはできませんから誤り足となります。 はいえというところでえここについてはこれぐらいとさせていただきますじゃあ続いてページの方は11ページ次の予想に行きますはいじゃ行きましょうか11ページ下の方です意思表示 特に虚偽表示と錯誤とで。こちらですが第2章法律意思表示に載ってましてこの意思表示という分野自体は2年休んでることがないんですよで。去年全く出てないんですよ。だったらやるべきですよ。こうじゃあ一番多く出てるのはどれかっていうと実は。 今まで一番多かったのが3番の虚偽表示なんですだからまあこれも怖いですそれ実は怖いのが下から2つ目錯誤を見てください間隔の空き,空き方172年空いて202年空いて232年空いて262年空いて29ってなって,なってますねこれも意外と多いんですね なので特にこの2つ、この虚偽表示と錯誤のところはぜひ強くやっておいてほしいんですはい、ではね、虚偽表示の部分をやっていきましょうか、えっと、ページの方でいうと、えっとね、14、15を開けてください。 15を開けてくださいちょっと量が多いんですが頑張ってやってください1415のね、えっと、94条2項の第三者に該当するかというところのその2その二っていうのが次のページまでいくとね、えっと、9個まで足がありますのでやってみてください用意スタート えー、単なる雑談だだと思ってて聞いてくださいくさ、えー、例えば皆さん、えー、過去問集とか解くときに事例問題とかがあったら多分それって自分のノートかなんかにね書き写してこういう権利関係かなっていうのを書いてでその都度ね書きながら答えを出すと思,っている思うんですで個人的に、まあ、23年前から作ると思っているんですがご自身のね例えばあの右のページの9番の問題なんてこんな文章2度3度読みたいですか私はやだ だったらねこの権利書読みながらね権利関係こういう話だよねってことをねもう書いとくんですよ横かどっかにで書いとけば2回目3回目解くとく時ってその絵だけ見りゃいいんですえでもえこの文章を読んで絵に落とす作業その能力がつかなかったらどうしようと散々やってんだからそんぐらいでできるでしょそんな能力ってあの絶対身についてるんですよ文章を読んでる時間の方がもったいないと思うんです だとしたら、ね、こういったもので例えば、ね、なあ間違えてしまって2回3回解かなくちゃいけないなというのがあったら、ね、そういった権利関係は、ね、近く上下どこか書いてしまって、ね、もうこれ次からそこだけ見ればいいよというふうにした方が絶対いいと思うんです。ぜひ、ね、特に民法だけになりますけどねぜひ権利関係のところは、ね、どんどん、ね、え自分の、ね、問題集に書いちゃってください。 では、この辺り、一旦切りましょうか。えっと、レジュメの方は、ちょっと一貫ページ戻ってください。十三ページを戻ってください。十三ページ戻ってください。十三ページ一番上、九十四条二項の第三者の要件。やはり、これが多く出てくるところです。事例はもちろん、覚えてほしいんですが。 それ以上に要件ちゃんと覚えて死なないものが出たら要件で切れるようにしてくださいはい読んでいきますと1虚偽表示の外見を信頼しここです新たにという言葉です新たに利害関係を取得する虚偽表示の後に利害に入ってくる虚偽表示を信頼して虚偽表示の後に利害に入ってくるこれが保護対象です 逆にも利害に入っていた後に虚偽表示が行われていると。これ保護対象じゃありません。虚偽表示が行われた後に入ってきたものだけが対保護対象です。で、2、独立の経済的利益を有すること。この独立のっていうのは、その人だけっていう関係です。その人だけ。他の人との利益を共通している場合。 他の人の利益を共通している場合というのは保護対象になりませんその人だけということで次に3虚偽目的物に対し法律上の利害関係を有すること特にここを意識してください。 虚偽目的物に法律上の利害関係を持つとまず2つありまして1つ目が法律上の利害関係がいる法律上の法的権利を持ってないといけないでしかも虚偽目的物です虚偽表示の対象物に必要です また後に説明しますが特にこの3番は気をつけてみてください。調の対象物、ね、で次4番善意であること米印善意の立証責任は第三者側にあるそしてもう1個判定時期は外形行為と別個の法律原因によって新たに第三者が法律上の利害関係を持ったとき。 法律上の利害関係を持った時あのこれ絶対第三者っていつか悪になるんですよ。いつか嘘を虚偽言うじゃったの知らなかったとって絶対いつかなるんですよ絶対いつか悪意なんです。<laughs> じゃあどのタイミングで善意だったら保護されるのかっていったら一般的にはそこに載ってるより法律上の利害関係を持った時契約時ですね契約時。 契約時に善意であれば次の日に悪意になっても契約時に善意であれば翌日悪意になっても保護対象になります。と、はいうことでじゃあ今から言うのでどうも考えて 今私契約,契約時に善意であればね翌日悪意になっても構わないと言ったんですがその契約が仮契約だった場合予約だった場合です。予約約ってどっかで本契約になりますよねじゃあ善悪はどのタイミングで判断するか中の1を読んでみてください。 こちらですが本契約時が基準です本契約時が基準になりますで申し訳ありません左側の問題5番のところの回答がなぜかなくなっています5番の方の回答がなぜかここだけ空欄になってます×と入れといてください×と入れといてください失礼いたしました5番の方を、ね、×に入れといてください失礼いたしました ちょっとね、なな文章の中に最後3行だけ読ませてもらいますと最後3行、5番の問題ね C が予約完結権を行使するときに当該事実について悪意となっていると予約完結権を使って本契約時に悪意になってますからもうこれ保護対象じゃありませんね。ということでこれ本契約時だってことを意識しておいてください。 じゃあまた右のページに戻りまして注意点というところの1と21、昔であることを要しない善意で事足りると悪度差がひどいので善意で保護え本人の悪度差がひどいので善意で事足りますよと本人の悪度差がひどいから善意で事足りますよと。 で2、登記を要しない。えこちら、登記がなくても保護されるがが一般論ね陶器がなくても保護されるのが一般論ですよと。ということで、ちょっとその感覚で今から問題を見てほしいんですが、登、え、記、っとね、がなくても保護される、対抗要件がなくても保護されるということですよね。 お答えください天底等を設定した時の対抗要件天底等を設定した時の対抗要件天底等の投棄とは別にもう一個がもうかったでしょうその感覚で6番やってみて。 対抗要件がなくても保護されるっていう感覚ね。 この下から3行目に、点提等設定の通知または承諾。点提等設定の通知または承諾。これが点提等の債務者対抗要件です。 ということでこでの対抗要件を備えていなくても第三者として保護されますので抹消する義務は負わないので誤り抹消する義務を負わないことなので誤りになります。ということで別にこの6番の問題を覚えてほしいわけではないんです結局対抗要件を具備してなくても保護されるんだということを知っていれば導けるところなんですね。 なんでここの足を覚えなきゃ対抗要件のグビはいらないんだってことを意識してほしいんです。 ではは、ね、今度は15ページの方をお願いします。94条2項の第三者に該当するかという表があります左が該当するで右が該当しない特にこの右の該当しないがなぜ該当しないかが要件で言えるように該当しない方 なぜ該当しないかが要件からちゃんと言えるようにしてくださいはいこの該当しないの丸の二を見てください今,の今から言いますのでその観点でもう一回虚偽目的物に法的権利を持つ虚偽目的物に法的権利を持つです いきますよ土地が仮装譲渡された後に仮装譲り金が建物を新築し建物を賃貸建物を賃貸ここです仮装しているのは土地ですよね利害持ったのは建物なんですよ虚偽目的物は土地ですよ利害持ったのは建物なんですもっと言いましょうか土地借りてりゃよかったんですよ土地を借りてりゃ保護対象ですよ あまりにも有名なんでね事件ごと覚えてる人も多いと思うんですがぜひ要件のところで意識してください要件はあくまでも虚偽目的物に利害を持つことですするとねこの右の丸三番と次はね右の丸三番と左の丸四番の違い分かる右の丸三番と左の丸四番の違い えけど右だってこれ権利あるじゃないですか単なる債権者っていやだから虚偽目的物に権利を持ってるからです虚偽の目的物に権利を持ってるからです債権を持ってますけどねそれは別に虚偽の目的物が対象じゃありません差し押さえまでしていれば虚偽目的物に利害を持つことになります ではね残ったところなんですがちょっと先に番号で言うとねここの番号で言うとえー、っと5番6番5番6番をちょっと先に説明しますえっと番号が1枚出てないでしょうかペラの1枚が出てないでしょうかそちらの2ページを見てやってください。 えっと毎回、ちょっと番章が出ていきます。でこの番章自体はあのこちらダウンロード、えっと、特に通信の方、ダウンロードしてあげても結構ですし、また画面を見て、ねあ、こんなものかなって分かるんだったら、無理に、ね、ダウンロードせずに、ね、見て分かれば十分なところにだと思います。また大きな字にしておりますので、まあ、止めて書いていただいても結構です。じゃあ、やっていきましょう。まずこれ6番の話です。6番、順番意識してみて。6番ね。いてよ。 2番程度 B がいますでこの後 A の下この A が1番程度を放棄これ完全に捨てる方です完全に捨てる方抹消する方ね飲みの放棄とかそういうじゃなくて完全になくなる放棄をしたんですそしたらね2番のやつがね「やった!」って喜んでるんです「上に上がったぜ!」と。で喜んでいたらある日突然ね「悪いあれは通報虚偽だぞ」とって言ってきました 当事者は A と土地の所有者です。じゃあこの B は保護される第三者になるのかっていうとなりませんね。順番順番虚偽のあとじゃない虚偽のあとじゃない。競技の後じゃない だからこれもしですよこれ判例じゃありませんけどこれもし1番帝都があって放棄しましたでその後にね誰もいねえやってて2番帝都さしましたと。っていうんだったら結論変わってもおかしくないんですよこれは虚偽の前からもういらっしゃるから保護対象じゃないってことね。 では続けましょうか。ちょっとこれ一旦ね画面の方見てもらっていいかな。ごめんなさいね。すいませんで。申し訳ないです。ありがとうございます。あのねまず一番単純化するよ。単純化。単純化して A が B に仮想譲渡してで B が C に売りましたって言ったらこの C は94条2個の第三者に間違いなくなります。 A が B に不動産を売って、B が、A が B に仮想の譲渡をして、B が C にね、売った場合、で、この C が全員であれば、虚偽の後に、新たな利害関係を持っているので、保護対象になるんですが、今回これが、債権なんです。で、怖がらないで、債権であっても、債権であっても、普通にこの C は第三者になります。なります。なります。ただ、ここに、 取り立てのためのという事情があると話変わるんです。取り立てのためのという事情があると話が変わるんです。これでご自身の方のレジュメを見ながらお願いいたします。その下、y から100取れたらしいに30払うと。あのー、本当はね何がやりたいかというとねあのね B さんがいいでしょ。この B さんが取り立てたいの。取り立てたいんだけど。 Y が強情だから C に代理で取り立ってもらいたい本当はね B は自分で取り立てたいんだけどうまくいかないだから C に代理で取り立ってもらいたい C に代理で取り立ってもらいたいで代理で取り立てができたら成功報酬を払いたいと代理で取り立てが成功したら成功報酬を払いたいと。 ただ実はねあのね債権の取り立て行為って他人が代理するとね弁護士法72条違反になります債権の取り立てってね他人が代理するのは弁護士法違反なんですそこで形上債権譲渡にするんですよ代理にしちゃうと弁護士法に違反しちゃうからだからねこれ債権譲渡って形をとってやってるんです これが取り立てのための再建譲渡と呼ばれるものです。代理が,むず代理ができないと。 とということでねちょっとこれでもう一回話を頭からいきますねえっと A と B が仮想譲渡だったんですで B が C に取り立ててもらいたいから譲渡したんです取り立ててもらいたいから譲渡したんですじゃあこの C は保護対象になるのかとっていうとこの C だけの独立した利害関係かってことなんです C だけの独立した C だけが独立して利害を持っているのかと C だけかって言ったら違いますよね。B、まだ持ってますよね。回収できたら渡すんでしょ回収できたら渡すので B にだって利害が残ってるんですよ。 っていうことで、これぐらいにして、ちょっとね、えっと、派生というか、えっと、少しね、メモだけお願いします。えっと書き終わってから結構ですよ。えっとね、十三ページの方に戻ってもらって。あの、要件の二番の独立の経済的利益を有すること、独立の経済的利益を有することってありますよね。で、それは今の取り立てのための債権譲渡、それしか事例ありません。取り立てのための債権譲渡しか事例はありません。 だから今の説明でなるほどねって分かった人はそれやってみてでダメだって思った方はもう丸の2は捨てちゃって取り立てのための再建譲渡の事例を覚えてそれでもう終わりにせてください結構これハマると時間かかっちゃうしなおかつほの事例もあるんじゃないかって思っちゃうんですよ他の事例全くないんでねもうこれだけで覚えちゃってしまっても楽いいと思います といったところで、ちょうど7時ぐらいになりましたので、少し肩を揉むなり足を揉むなりしましょうか。かえー、ちょっと私の講義の場合、あの1時、あともちろん半分のとかで10分の休憩を取りますけど、1時間ぐらいのところでちょっと軽い休憩を取ろうと思ってます。あのー、ちょっとずつね。あの1時間ぐらいのところで休憩ととか頭をすっきりしますので、あの是非お付き合いの方をしてください。あのー、まあ、実際の本番でもある程度のところで少しリク。まあリフレッシュした方がいいと思うんです。 本当につくづく思うのはあの午後の3時間よくあれ集中続くなとやっぱ続かないですよであればある程度のところで時間を切ってしまって軽く休憩をするってことは、まあ、強く進めたいところですでちょっとだけ脇道を入らせてくださいえっとねレジュメの方で言うとちょっとごめんなさいね、えっと、2ページかなを見てもらっていいでしょうか まあこれからの学習目標というふうに入れておきました。で講座の受講中3月から4月までの目標としてはこれ、4つほど枠がくってますがちょっと見づらくて申し訳ない、一番左の出題可能性が高い A ランクの基礎知識、そこにちょっと編みかけが入っているんです、本当は。<laughs> 薄くなななっっててままますけどごめんなさいいい非常に淡い色に淡色しまいました でその下、今度4月半ばから6月半ばになったら今のところを黒くしていくそして上、上と横じゃまず横、室内高校の下から A ランクのところの密室分野やまた上、B ランクの方に手を出すで最後、一番下講座受講後6月から本式までの学習状況でこちら上や横も黒くしていく。 でこれが理想的な姿だと思います、はい、でただ、今回の、ね、この講座自体この講座に、ね、例えばこの A ランクがあったとしたらこの A ランクだけやっていって普段の学習はまあとりあえずこれしかやらないそして、ね、時期に応じて上のやったり右やったりとかいうふうにいきたい気持ちはわかるんですが実はこの通りやっていくと別に私はそれでもそれいいと思うんですけど当然と模子が死にます。 月ぐらいに当連になりましたと私はこのローラーしかやってないだからそれができないって言ってやってしまうと取れないで取れないといいんだまたいいんだとって言っても取れないと心が痛むで心が痛むとだんだんやる気はなくなるこういったデメリットも結構あります伝わるでしょうか予想講座のところだけしっかりやってしまうと当連模試が取れない いいんだ最後に寿尻合わせりゃいいんだという気持ちはわかるけど寿尻合わせるまで当連も模試で痛い目に遭いすぎるこの方が心が痛くなりますなのでこのプランでいくというのはどんなにも本当に時間がない時間がなさすぎてもし当連ですら受けられないというのであればもう最後の逆算してこういうやり方でもいいと思うんです一方当連も模試などが受けられるもしくは受ける予定があるという方はぜひ 普段の学習は普段の学習でやってくださいでこの教材自体は先ほども言ったように1日30分だけ手をつける教材1日30分だけ手をつける教材としてほしいんです1日30分この教材をやったらそれとは別にご自身の勉強はご自身の勉強で普通にやるそういう形で両輪でやってほしいんですよ 時間がなくなったんであれば別のね私アドバイスはできると思いますが今生講義であれば3月の14日でしょうかこのタイミングからね出題予想と心中するっていうことはまだまだ早すぎる普通に両輪でやるべきだと思うんですなので1日30分このレジュメを使うって形にして例えば次の講義まで無理してね全部終わらせるっていう必要はありません 30分毎日毎日ドリルのようにやっていって最終的にねこのレジュメが本試験までに3回も回せれば御の字と思ってこの教材をぜひ使ってやってください。ということでちょっと脱線が進みましたねごめんなさい15ページ戻りましょう。 で15ページえこの右の方94条2項の第三者×のところの丸5番債権が仮想譲渡された場合の債務者となってまして中の1ののところえ図の下 ABC の図を見てやってください A から B に債権があって A がついに仮想の債権譲渡しました で、そこで C が請求して、えその後ですが、B の横、B が異議なき承諾をしました。まあ、旧法ではそ,こそれなりの意味がありましたが、新民法では全く意味のない行為です。異議なき承諾なんてしても、普通の承諾と全く変わりません。債権譲渡の承諾と全く効果は変わりません。で、その後 C が請求していたところ、AC 官が仮想と発覚しました。 C が払えと言ってきたところ AC 感がここで仮想というのが発覚しました物語よろしいでしょうかねではまず一つ目この B が94条2項の第三者に当たらないのを確認してください仮想したのは AC で B が94条2項に当たらないのはよろしいね虚偽の前から入ってますからね 虚偽の前からいらっしゃるから94条2項に当たらないね。よいしょ。でポイントはね当たらないイコール保護されないで終わりにしない当たらないイコール保護されないで終わりにしない当たらない時は虚偽のところを 無効にして処理をする虚偽のところを無効にして処理をするはいですからいきますよ 今回、虚偽のところは無効だから、AC の債権上とは無効を。ってことは、債権者は、C ではなくて A ですね。C ではなくて A ですね。ってことは、C から請求来たら B は、コバ、メルでいいね。コバ、メルでいいよね。保護されるされないじゃ出てこない結論です。保護されるされないじゃ結論出てこない結論です。 94条2項に当たらなければ、無効処理をするってこと。94条2項に当たらなければ、無効処理をするってこと。 はいといととうことで繰り返しておきます保護されるされないでは結論が出ないことが結構ありますでそうなったら94条2項に当たんなければ無効処理当たったら有効処理当たんなければ無効処理当たったら有効処理とぜひそういうことをやってほしいんですだからこの事例でもう一回よこの事例で C から請求来たら B は断れるってことね 断れると向こうだからあんたには払わねえよと一方 A から請求来たんであればこれは断れないよね A が再契約者だから断れないよねまあ人の悪口言うのも何なんですけどねあのこれ模試でね A から請求来た時に拒めるかって問題出したら拒めないよっていうふうに答え出したらおとわせさ来たんですね。過去問はは拒拒めめるだっったのにこっちは拒めないと 拒めるんですかとないやどっちって言われてもそれ A から請求来たか C から請求来たっ違いますよねなんで、ね、これ無効と処理をしてどっちから請求来たかをちゃんと見てやってください。 ということで、ね、この間隔をもう一問やらせてくださいもう一つねまだ早いかなよっしじゃあいこうかえっ、ー、とね2回分けてる2回は二回に分けて言うからえっ、ー、とねこのペ、えーえっとね右の方で言うと第三者に当たらないの丸八番かな丸八番でね下の方の中の二の絵を見て中の2の絵を見て,ののを見て今回の9番の問題です A が B に土地を貸したんですこれ普通の貸し、ね、これ普通の賃貸ねで今度 B が B が丸にちょっとずれてごめんね B が建物を建てて B が C に建物の譲渡をしたんです建物の譲渡をしたんです仮想跡にして譲渡したんですそういったら A が賃借権の無断譲渡の主張をしてきたんですまた番書の2ページ一番下を見てください ちょっと、ね、画面の方も使いましょょうかよいしょちょっと見づ,らく、ね、見づらいと思いますので一旦見てやってください。失礼しましまたよろしいですか。はい、いきますよ。えっとね、A さんが土地の所有者で B が賃借権を売って B が家を建ったんです。状況かな土地の所有者が A で賃借権を売ってえ家を建ったと。そしたら、この B が家を売ったんですよ。家を売ったんで,すでね。 家を売ったんであれば、付属品でついていくのがあるねん。賃借権が付属品としてついていっちゃうでしょ。住宅権利でついていっちゃうでしょ。そこで A がカチンと来たの。ここで A がカチンと来て、何無断譲渡してんだ解除だと。何無断譲渡してんだ解除だと。っていうことを言ってきたんですよ。状況よろしいでしょうか。え、これ、建物を売った、え、賃借権が移転する、無断譲渡が解除するって言ってきたところで、 ここで虚偽が発覚したんでですここで BC が虚偽だってことは発覚したんです第三者が A なのは文句ないねじゃあこれ94条2項に当たるか当たらないかを考えてる A が94条2項に当たるか当たらないか当たらないねだって虚偽の前からいるよね虚偽の前からいるよね じゃあ、当たらないんだったら、どう処理にするの当たらないなら、ここは無効処理だよね。じゃあ、下部分に書いてみて。94条2項に当たらない虚偽の部分は無効で処理する。よって、賃借権の無断譲渡なんてことはなかったんだね。賃借権の無断譲渡はないことになるよね。だから、解除なんてことは、これはできないよと。 無断譲渡はなかったことになる。無断譲渡はなかったことになるんだから、無断譲渡で解除だという主張はできないことになるんです。 繰り返しておきますえ今回の BC の仮想事え売買は無効と扱う売買が無効だから賃借権も移動しなかったことになるだから無断譲渡じゃないから解除という主張ができないと書いてる人もいますのでもう一回でくるく言わせてくださいえ虚偽表示で当たるか当たらないかで保護されるされないだけではうまく処理ができないことが多いんです。 なんか変だな、うまく処理できないなって思ったら、94条2個に当たらなければ無効処理。当たれば有効処理だと思って、権利関係を把握してみてください。この事例では、この虚偽のところが無効なので、建物売買は無効を、賃借権も移転しない、だから無断譲渡じゃないから、解除はできないと。 なので一応、ね、ここで一旦切りますがあのぜひここに、ね、あの後で解くときに協議94条2項に当たるんだったら有効だと思って権利関係を処理してみる当たらなければ無効だと思って権利関係を処理してみるぜひそんなことをやってみてください保護されるされないではなくぜひそういった処理ができるようにしてください。 よしもうちょっと,とうかではこれぐらいにしてじゃあね次は1617ちょっとここまで行かしてくださいここはちょっと私の方の説明を中心にやらせてください、えっと、右のページ94条2項類推適用というところです制度趣旨 民法上更新力は認められていないすなわちいくら登記を信頼し取引してもその取引した相手方が本当の権利者にないならば信頼通り権利取得することはできないことになっている基ソですがあえてもう一回やらせてください登記を信頼しただけでは保護はされませんイメージは他人物売買です他人物売買で名義を信頼して買いましたでもそれが他人物でした 買った人は保護されないよ。登記を信頼しただけでは保護されないよと。まあ逆にこれ登記を信頼すれば保護されるってなったなると。あの、ね、不動産買った人ね、毎日怖いです。不動産買ったらね、毎日登記しといてください。今日の名義はどっちですか?。僕ですか?。よかった。じゃあ安心してきます。行ってきます。 今日はどうですかちょっと怖いんですけどあ今日だいぶよかったとやってらんないでしょこんなこと <laughs> なのでこれはどうしてもね陶器を診断しただけでは保護しないとしているんですでは続きを読みますしかしそれでは事実によってはあまりにも登記を診断した第三者に国で取引の安全を害することから一定の場合には外観を診断した人を保護する規定である94条2項を類推適用し 当該第三者の保護が与えられている。すなわち判例は、虚偽の表示にそんなまま該当する場合でなくても、真実の権利者を断るものに当期の名義人が損し、それは何らかの意味で真実の権利者に意思に関わるものである場合は、ここを意識して真実の権利者の奇跡性。え続き、その当期を信頼した第三者を道場の類推的により。 真実のの権利者の犠牲においいてて保護ししようとしているこれにより一定の場合に登記に更新力を与えたのと同様の結果を認めることになる下の図を見てやってください真実の所有者は A です真実の所有者は A ですで B の下 B 名義の嘘っぱちの登記はなぜかありますでその右側 C がそれを信用しました 嘘っぱちの陶器を真が信用する。これだけでは保護されません。これだけでは保護されません。で、皆さんに見てほしいのは、陶器を信じた保護しますかと出てきたら、陶器を信じた保護しますかと出てきたら、真の権利者、A に落ち度がないかを探してほしいんです。A に落ち度がないかを探してほしいんです。繰り返しますね。 陶器を信用した保護されますかというような事案であれば、真の権利者に落ち度がないかを見てほしいんです。 あのこれ、えー、と復習時まあ明日か明後日か分かりませんけどね左側の問題を解くきに、ね、左側の問題を解くきの観点は真の所有者の落ち度があるか真の所有者の落ち度があるかをね見抜いてほしいんです真の所有者の落ち度があれば登記を診断しても保護されますがそれがなければダメです じゃあちょっと2つほどご紹介をまずね一番上の段ですが A が B の承諾を得て B 名義で登記ちょっと強調するよ A が B の承諾を得て B 名義の登記 A が登記してる奇跡性どころか A 自身がやってますからね A 自身がやってますよ上から2段目 B の上、B が A の承諾を得ずに B 名義で登記どうやってやったんだろうな、これまあそれ置いとこう、その下、A の下、丸三番、ここです、知りながら放置あのあの1年に1回固定資産税というのを振ってきますで、この固定資産税は登記簿を基準に振ってくるんです。そううとね、あの 名義持っている人は毎年公定資産税が来るとああこの時期が来たか払わなきゃとある時来なかったラッキー今年から来なかったんだと普通そう思わないよ <laughs> 今年から免除買って普通思わない何かあったって普通考えますよって言ったらあれ登記名義が違うとちょっと今週は腰が痛いからやめておこう放置してるとこれもう奇跡性です 放置でも奇跡性になります。ありがとうございます。放置でも奇跡性。そして次、上から三段目。えっと、A. B. C. といて A.。 B 名義ののちちょょっっとと意識ししててを作出仮ちょっと物語の背景いますので聞き流してくださいあの、ね、B さんがなんか、ね、銀行からお金を借りたいか何かでね,ね信用力をつけたいということを A に相談したんですよ。そしたら A の方が「じゃあお前名義でとりあえず借り記を売ったらどうだと」と「いいの?」って言ったら「いやお前売る気はないけどね売る気はないんだけど借り投機でも持ってれば銀行信用力上がるよと」と「そういいのありがとう悪いね」という感じで借り記を売ってことについて A は OK したんです。 でまたこれどうやったか見たいんですよね、あの B の下見て、丸二番勝手に本登記すると <laughs> 書類どうやったんだろうとって思いますけど、そスマホ置いときましょう勝手に本登記をしたんですで、右の C が信頼して買っちゃいましたで、これって、まあ、これ A に落ち度があるのは間違いないから、これはも、ま、う、あ、いいと思うんですよ。ただね これ A の落ち度が仮登記なんです本登記のとこじゃないんですよ仮登記なんですねこの事案しっかり覚えてください右側見てください C の保護要件が善意じゃ足りないということ A の落ち度が低いので C の保護要件が無加失まで要求されるんです なんで、この事案が出たら、無回質というのをちゃんと抜き取って、無回質かどうかをちゃんと見てやってください。この事案が出たら、無回質かというのを見るようにしてください。ちょっとね、左側の4番の問題、読んでみて、無回質かどうかを見抜いてって。 はいでね無回数を要求している判例がもう1個あります、ちょっと今回、問題にはないんですが、ぜひ、えー、有名ですので知っておいてください、このページの表の一番下を見てください、一番下ね、でねもうね、これ、流れ覚えちゃってもいいぐらいです、先に言うね、あのね今回だけは真の所有者は最終的に B です真の所有者は B です。 A のところに丸登記ともねとも入れて、A のところに登記とも入れて読んでいくと所有権が移転したが事故の指示ミスおよび司法書士のミスにより低登記と入ってます。で、A から B 矢印あるでしょ、そこにね、譲渡担保って入れてくんない譲渡担保。 ちょっといいかなあのもし譲渡担保であれば1番で A だったら2番で誰が入るの ?1 番で A 名義譲渡担保は B 名義になるの分かるね ?B 名義にすべきだって分かるかな譲渡担保だったんだな所有権的構成を取りますので A から B へ移転登記本来 B 名義の登記をすべきだったんです状況を言いましょうかあ先生何すかちょっと担保取ったんでよろしく担保ですかあ担保担保担保だからよろしく分かりました担保ですね 頼むよ担保かいつも通りだなよし何やっちゃったか B 名義の抵当あの言葉が少し足りなかったもんね。B が譲渡担保を取ったって言ってればまだ分かったんですけど単純に担保取った担保取ったと言ってしまって1番で A をつく1で B の抵当登記。 1> おつく1で B の定答統計を入れちゃったんです伝わるかななんで統計簿としてはこちらね1番で A で本来は2番で B と入れるべきなのに「o x く一1番で定答 B と入れちゃったんです定答 B と入れちゃったんですよ。o x く一1番で定答 B と入れちゃったんです ってことで、本当の所有者は B なのに A 名義になっちゃってる。本当の所有者は B なのに A という風になっちゃっている。そしたら A が何やっちゃったかっていうと、A から右下。打っちゃった。 ってことで、ね、本当の所有者は B なのに A 名義の登記になっちゃっている、そしたら A が C に売ってしまったとあの、一応もう一回言いますよ、真の所有者の B だけが悪いかどうかを聞いてください、B が言ったんです、先生、担保取ったからよろしくね、担保ですか、そう、担保担保よろしくね、分かりました、担保すね、これ、B だけが悪くないって分かります そのところに書いてませんか司法書士のえ自分の指示ミスおよび司法書士のミスによりって書いてますね。ってことでこれ B だけの落ち度100%じゃないところから保護要件これも全員で無関室まで保護要件しています。 ということで、ぜひこちらの二つの事例、無過失まで要求している事例はぜひ覚えておいてください。はい、ということで、ここね、一旦切るんですが、ちょっとだけお、ね、えっと、謝りたいことがあります。えっと、十八ページ以降に錯誤があるんです。もう休憩になりますが18、十八、十九、二十二十一。ちょっと今日、これ復習から外してください。十八、十九、二十二十一は復習から外してください。ちょっとね、あの、問題をもう少し精査したもので、もう一回送る、配り直したいんですよ。 十八十九二十二十一は、問題をもう一回精査した上で配り直してんで18。十八十九二十二十一は、ちょっと今日の復習から、ぜひちょっと外してください。申し訳ありません。じゃ、あ一旦休憩やりましょう。十分の休憩に入ってください。